はい、今日も夏と役所天国。はい、ということで、先ほどのところにね、国石田で時間巻きしましてね、こちら側がラディッシュね、前半戦で後半戦を水菜ということでね、もうセッティングしてありますんでね、嫁に巻いてもらおうと思いますんで、ゴー。はい、教えてください。ちゃんとまっすぐ行けよ。一番最初1列目が大事だぞ。わかるね。はい、教えてください。片手って聞いとる。いい、両手で例えばここと、うん、そこ。この姿勢がやっぱり考えてる。この相変わらずへっぴり腰やな。まっすぐ行けばいいね。まっすぐ行きゃ、ねえ、こうやって嫁を見てるとね、なんだそのへっぴり腰はって、こうやって見てるとなんかすごい難しそうなことをねやってるように見えるんですけど、経験者の人は分かると思うんですけど、はしき転がすだけのことなんでね、何も難しいことないんですけど、はぁ、いいんですよ、合ってますよ。ずれたら言ってね。はいはい、大丈夫、一列目だから大丈夫よ。はい、そのまままっすぐ行ってください、うん、そんな抑えんでいいですよ、普通に行けばいいんですから、普通にまっすぐ押してください。はいはい、いいんじゃないですか。はいはい、もうちょいまっすぐ、もうちょいまっすぐ押してって。もうちょい。はい、そんなもんでいいですよ。で、持ち上げてください。はい、持ち上げて、はい、反転して、いいよ、はい、で持ち上げて。危ない、あ、間違えちゃった。そう、逆にして置いて、で、あなたこっち側に来なきゃいけないのよ。はい、そこら辺でいいです。で、すぐ際を走ってね。で、こっち側だよ、こっち側。そう、ここを走るわけにいかないでしょ。なんかものすごい難しいことになっちゃってますけど。はいはいはい。大丈夫ですか。いやいや、まあそれでもいいけど。はい、それで押してきて。もうちょっと寄せないと、この際を走ってね、際を。ここ、際を。はい、ここ、際。はいはい。はい、ここね。はい。そのまま、そんなに下に押さえなくていいからね。そのまま転がせばいいんですから。そうか、抑えすぎたんだ。そうそう、普通にそのまんま、だから片手で俺は言ってるわけじゃん、片手で私は。そうそう、分かった。でも体がね、はい、ちょっと外れた、もうちょっと内側。そう、はいはい、すぐ際を走ってくださいね。その前輪をちゃんと横のところにライン合わせてね。そんな大変じゃないと思うけどね、これで種まきぐらいはね、クリーンシーダー、はしきぐらいは使えるようになると私も楽になるんですけど、嫁がそう思って一生懸命教えてるんですけど、先行きは長そうですね。あーな、昨年の千葉以来か。うん、へっぴり腰でなんか見てた人から大受けしたみたいですけども。どうですか、腰付けは、へっぴり腰は治りますか。はい、じゃあその辺ね、もうちょい。はい、そんなもんで、はい、はい、で展開してください。疲れた。そうですか、まだ2列よ。はい、持ち上げて、はいはい、まあどっちでも。そうなるとあなた自分があれでしょ、逆の方が良くない。こういう風に考えてやるだ、考えて。まず端っきを自分の体の左側に置くだわな。端っきを反対側にして、今度向こう行くんだ。そうで、体の左側行くじゃん。そう、置くじゃん。押したら自分がこの端っこ、こっちが持ちながら、そう後ろに行って、はいはい、そういうことですわ。あんまりそんな防虫ネット踏むなって。はい、なんかすごく難しいことになってますけども、はい、そこら辺から、はい、また押してください。日が暮れそうですよ。まだもうあそこだからね。あと何時間かかります。はい、教えてください。はい、へっぴり腰ですよ。いや、何よ、笑うとる場合やないって。はい、もうちょっと隙間が空いてますよ。隙間が空いてる。はいはい、そこ隙間は空けないで。はぁ、かなって思っちゃう。大丈夫ですか。目が曇っとるんだって。はい、見ながらやってください。ね、たかだか走らせるだけでね、
で昔そういえば研修生一番最初教えた時にもうこれ大丈夫だねって言ってふっと目を離すとねこう前輪だけつけて後輪を持ち上げてた人がいたからね。わかる。そう、前輪だけやって後輪をこうやって持ち上げてた人がいた。それじゃあお前種はまけんっつってね、うん、そう思わぬことをやるからね素人っていうのは。もう疲れた。はいはい、じゃあ私がやりますよ。疲れましたか。ということでじゃ あ私がやらなきゃいけないということでね。はいはい、じゃあはい、はい、じゃあそっち側からこう歩いてそっち戻ってください。はい、そっち側、はい、ということで、いやいやいや参りましたな。3列やって終わりだ。ここはいはい、片手で、はい、片手で、はいはい、片手でパッパッパッパやるんです、こんなものはね。ええよ、はい、はいはい、いやもう時間かかってしょうがないですよね、これね。よいしょ、いやね、普通のことを普通にやるということがね、別に何にも難しいことはないわけですけども。はい、7列ね、はい、これで終わりでございます。ラディッシュと水菜ね、これは12月ですね、収穫のものを目指して、でこれから今からパーパーをかけますね、ベタかけですね。よいしょ、うん、よいしょ。確かにね、はしきはちょっとこれ重いんですよ、これね。あら、もう休憩、嫁が休憩に入りました。はい、見る専門だそうです。嫁はねどうやら見る専門だということで、さあそういうことでベタ書きをいたしますね、今からね。ちょっとねパワーがね、多分これちょっと一部破れてる、そんなにねいいパワーではないんですけど、これね全部届くかどうかもわからないんですけど、もうベタ掛けなのでね、よいしょ、結構ところどころ穴開いちゃってますけど、どっちがどっちなんだ。結構これビリビリですね。まあそれでもね、まあやらないよりかはいいかなと。まあラディッシュ、水菜ですからね、栽培期間は一番短いわけですから、おお、よいしょ、何らかの被膜をしとけばねすぐにできるよということです。今日はたまたまね2本やるので、こちらとこちらのこの違いでね、パオパオの使い方をね2種類、先端向こう引っ張って、結構これボロボロでね、もう本来でしたらねこれもう捨ててもいいのかもしれないですね。向こうで、あ、届かないね、短かったね。それでいいよ、置いといて。はい、ということで、そしたらよいしょ、よいしょ、よっこらぜ。結構ビリビリですね、ビリビリなんですが、端っこでこうやって押さえとけばね、本来でしたらこれはもう捨てちゃった方がいいですね。端っこだけこうやって押さえておいて、こうやってね、まあいろんなやり方がありますけど、こうやってやってくるっと一回分回して押さえるんですね、うちは。結構ビリビリ、よいしょ、
よいしょ、そして結構ビリビリですね。まあこれでもね、やらないよりかマシということで、よいしょ。先にね、こうやってペグで打っといて、後で一回こうね、クリってひねってですね、先に片側だけこうやって決めていきますね。よいしょ、腹減った。でこの辺まで来るとある程度、意外とねこれ扱いがね面倒なんですよね。パワパワでこうふわふわふわしてるでしょ。だから慣れないとねちょっと厄介なんですよ、ね、よいしょ。ちょっと届かなかったけれども、よいしょ、結構ビリビリです。まあビリビリではありますが、だからね貧乏症だとねこれで捨てられないんですけど、こういうのはもう思い切って捨てちゃった方がいいんですね。だから大事に取っておくと、こうやってまた使う時にねこういうビリビリの状態で結局作物があまりいいものができないってことになるわけでしょ。なのであんまりよろしくないですからね。本当はね思い切って捨てていくことをおすすめだし、まあ今回多分引っ越しのこととかあったんでね、一応もう全部乗っけちゃえってことで持ってきたんですけど、多分本当は捨てた方が良かったですねこれね。穴が開いてるところを、はい、ベタ掛けですので、そんなね言うほど、激しくね土寄せをしなくても、高さがないですから風が抜けますからね。これもやってみるとね、意外とベタ掛けも大変です。めんどくさいですね。よいしょ。はい、こんな感じです。完成形はね、端っこはねちょっとあんま飛ばされないようにね、しておきたいですね。はい、こんな感じです。大丈夫でしょうか。はい、不安であるならばね、間をこうやって補強しておくということですね。よいしょ、よいしょ。最終的にこうやってね、まあラディッシュと水菜なんでね、こうやってまあラディッシュはそんな高くない、水菜がこう立ち上がってきてもこんな感じでねなるという感じでございます。まあ12月ですからね、多分寒いと思いますので、ということで以上ね、ざっと見てこんな感じですね。パオパオと防虫ネット、浮き掛け、こっちはパオパオのベタ掛けのみということでございます。これで刃物をねこうやって
いろんな形で作っていくという時期でございます。まあ参考になさってみてください。ハッシュキを押すときはひっぴり腰にならないということが大事ですね。はい、以上でございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日は暑い。